私は今ショッピングモールにいるんですけど、上海の AI Ways という、多分これ中国の電気自動車なんですかね。アイベンチーチャーっていうんですかね、中国語で。あの電気自動車飾ってあったんで、ちょっと撮影してみたいと思います。先ほど X ペンを取りに来たとこなんですね。この車知らなかったですね。なんかドイツ系の品質って書いてますね。どこの工場でやってるんですか。工場はなんか工程が 90% 自動化されてると書いてますね。一応これセダンなんですね。はい、バイザペン。ああ、你们是这是电动的车子是吧？啊，你们公司的工厂在哪里？工厂在啊，工厂哪里生产？江西。江西的啊。您是哪一国人啊？啊，日本的。哦。你是？啊，谢谢谢谢，因为我刚刚去看啊。小红。对对对对，我是。不好意思，我不买车子，但是我、对对对，看一看，了解了解。我买股票，所以我是投资家，所以啊、我想看。对，你们是中国公司吗？对，全合成。什么时候你们开始你们公司？我们新的公司是吧？之前2019年一直出口德国，今年9月份在国内开始销售。2019年。今年啊，今年开始，对，9月份，就上个月，正式在国内销售。好，这叫爱驰电动。以前做什么？以前啊，以前就是专门造生产那个基地，江西生产基地一直在生产，然后是基地，就是生产的工厂。啊，对吧？就生产这个车子的工厂一直在生产，然后自己的品牌今年开始，对，都是自己的品牌。好，你们跟德国的公司有关系吗？啊，德国的啊，有关系。啊，那个之前全部出口德国，是目前国内唯一一个出口德国的品牌，新能源。明白了。なんか元々車作ってたみたいですけど、今年から自分たちのブランドをやり始めたみたいですね。アイウェイズっていうあれです。まあ、これテスラもそうなんですけど、ニコもニオもそうですね。エクスペンもこのドアノブです。みんなこのドアノブですね。なんかもうちょっと違うやつやったらいいのかなと思うんですけど、ちょっとこれ座ってみましょう。まあ、広いですねこの車。この部分はちょっと小さいですけどね。まあ基本的に変わんないですね。まあ似たような感じですね、どれも。サンルーフがあって後ろ一応3人乗れますね。まあちょっと偶然歩いてたらですね、ここの展示してあったんでやってみます。正直どこがいいか分かんないですね。なんかドイツの品質だって言うんですけど、よく分かんないですね。今まで車を作ってて、今年から自分たちのブランドでやり始めたっていうんですね。2車種なのかな、これが1個と、これ向こうとこっち一緒かな、色違いだけですかね。多分そうです。なんででもこのパターンなんですかね。しかもこれなんかちゃんと閉まらないですけど。いくらぐらいするのかな。你好，你们这车子大概多少钱卖？16到22万。16到22万，哦，那很便宜。哦，全电动的。まあ完全電動でですね、16万から22万元ということは、16万元、22万元ということは340万円ぐらい。これは
あれですね、そのさっきの X ペンとかニオと比べてかなり安いですね。ニオの下手したら3分の1ぐらいの値段ですね。16万元は安いですね。しかもこれ電動の車だと上海のナンバープレートっていうのが9万元約150、60万円するんですけども、それが無料になりますから、緑のナンバープレート与えられますので、かなり安いですね。あ、これでも2016年会社が作って2017年工場建設開始で、2017年ドイツで営業ってなってるんですよ。まあ実際ドイツで売ってるのかどうか分かんないですけど、でこれ工場が2018年できて、2018年この車を発売開始と。でもこれヨーロッパ版を作ったって出したって書いてますね。輸出もやってると。まあどれぐらい売ってるのか分かんないですけど、あ、 EV メーカーでも確かにいろいろ出てきますね。これ面白いと思います。今中国にはナンバープレート つけて走れる自動車 EV のメーカーが20社あると言われています。まあ、一番台数多いのが多分 BYD、 その次は NIO ですかね多分、で X ペンとか、まあ NIO はテンセント系、 X ペンはアリババ系、テスラもまああれですね、テンセントの出資受けてるんですけども、まあだからテンセントは、まあテンセントじゃテスラは独自で出れてるんだと思います。やっぱりそういう中国の企業の後押しがないとなかなかうまくやっていけないですからね。一応これは AI Waze、 アイベンチーチャーっていうんですかね、でした。はい。